皆さん、秋田市町内会ポータルサイトはご存知ですか？町内会ポータルサイトは、秋田市から町内会向けの情報を発信するサイトで、今年3月に運用を開始しました。皆さんこんにちは。市民リポーターの菅原よしみです。職員の方に伺います。町内会ポータルサイトにはどのような情報が掲載されてますか？はい、市からのお知らせや町内会の活動事例集、災害情報など町内会に役立つ情報を掲載しています。菅原さん、それでは実際に中を覗いてみましょう。はい、こちらがポータルサイトのトップページです。分かりやすいイラストで親しみやすいデザインをしました。色合いもとても綺麗ですね。ありがとうございます。その下には秋田市からのお知らせということで、町内会関連の情報を分類ごとに掲載しています。さらに下の方に行きますと、実際の町内会の活動事例集を掲載しています。町内会の活動に便利な情報がいろいろ載ってますね。はい、興味を持っていただいた方は秋田市町内会ポータルサイトと検索して実際にご確認ください。次は町内会が独自に運用する町内会サイトについてです。町内会サイトは各町内会が会員に向けて活動内容を発信するサイトです。現在秋田市内の12の町内会が利用されています。近藤さん、町内会サイトはどのように使われているのですか？はい、町内会によって多少の違いはありますが、会報のデータや行事案内などを掲載し、電子回覧板としてご利用いただいています。紙の回覧板は全世帯への周知に日数が必要ですが、電子回覧板だと素早く情報を周知できるので便利です。秋田市防災メールの配信内容を掲載する機能もあるので、最新の災害情報や気象情報なども確認できます。12町内会それぞれのサイトは秋田市町内会ポータルサイトのメニューからアクセスできます。町内会ポータルサイトと町内会サイトはパソコンだけではなく、スマートフォンやタブレットでも閲覧できます。これらのサイトがきっかけとなり、若い世代が町内会活動に興味を持ち、活動に参加するきっかけになることを期待しています。秋田市町内会ポータルサイトと町内会サイトについて詳しくは秋田市生活総務課までお問い合わせください。最後にお知らせです。現在秋田市では市営墓地の使用者を募集しています。募集しているのは平和公園、南西墓地、川辺墓地、北部墓地の4カ所です。募集期間は6月25日まで。申し込み方法など詳しくは広報秋田6月7日号をご覧いただくか、秋田市生活総務課までお問い合わせください。